山手球場です。高校チーム対先攻チーム、この一戦をお送りいたします。高校チームの先発は右の松倉、先攻チームの先発は左の神楽坂、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。あ、ちょっと配信落ちたかもしれません。よろしく。まずはちょっと松倉でやってみるとするか、ウォーミングアップ代わりに。頼むぞ松倉、取れる。 OK。 さあ、今回ねちょっとショートを暗がりにしました。パワポケファンだったらこのおなじみの暗がりさん、もう地味なんて言わせねえ。さあ松倉頼むぞ、お前の力が必要だ。よし、うわ出てよ、もう気持ち悪いキャラがこれ。みんなの大嫌いなハイターに、しかしここは抑えていく。危ねえ、さすがミッキー。 WBC パワーボケ縛り、それキャラが多分足りないと思うわ。やりたいけど、俺も最初の頃やってみた、やろうとしたけど多分ね足らないキャラが。ピッチャーがそもそもレッドしかいなくね。OK、抜けた、ナイス。さあミッキー総力 A コンビでかき乱していくわこれ、この俊足コンビで。なに、嘘だろ、この俊足コンビがそうも簡単に。お前さ、足ぬかき、足速い意味ねえじゃんお前。ここでゲッツ取られたら、カスがチンカスボケナスうんかす。脳筋キャラ縛り、いつもやってるようなもんですけどね、それ。一応野球マスクも使えるっちゃ使えるか。うわ、福屋とか来たよ。うわー、やっぱマスクラはね、ノーコストの割には強いけど、この程度だわな。ソロホームランなんでね、全然大丈夫です。大谷、この間なんかバット投げしてたけど、悔しかったんかな。やっぱ人間だよな。大谷も怒る時があるんだなって思って。よし、ここはゲッツで抑えていく。サメ島からか。ああ、やってくれるでしょこいつなら。朝のプロスピリア隊でバファローズ純正と当たって光明を思い出したわ。なぜ俺を思い出した、確かにバファローズ好きだけど。おら、オッケー、ここはもうね振った方がいい。もう甘い球はどんどん振っていきましょう。1点差でね、俺に勝てるだなんてね思ってる、この頭に笑えるな、マジで脳みそに。自分が追い込まれてるってことに気づいてないという。ここはちょっともちろん代走出していきます。ちょっと待って、ここ代打も、いっか、とりあえずこいつで打っていこうかな。アベレージヒッターあるし、星空くん悪くない。お前マジでここで打たなかったら星になってもらえよ。欲しいなった少年になった。オッケー、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。はい、ノーアウト、1、2。もう、暗がりさんよりいいバッターね、もう控えてるんでね。さあ、レイブ頼むぞ。もう、こいつに全てを。ファール。よし。頼むぞ、レイブ。強心臓なんて関係ねえ、こっちにはアンダー製造機があるんだよ。
血入ってるか。ちょっとね、甘い球だけを打ちます。 OK。 血フェアか、いや違う、ファールか。なんとかして、うでっ、うわー、もうカス、お前何がアンダー製造機だよ。ちょっと待って、これね、もうちょいいいバッターがいると思うから、こいつの方がいいわ。博多ちゃんで、博多くんで、こいつの方がミート大きいんで、クソ、もうやるしかねえな、これ。いけ、おら、決めろ、あー、おら、もう死ね、カスが、うわー面白くねえ、やっぱこのゲーム。たった1点でね、負けるっていう、たった1本のホームランで、俺の方がおそらくヒット数が多いっていうのに。あ、同じだったわ、でも。